です。ただいま常磐線の竜田駅に来ております。私事ですが、前から行きたかった場所です。一回来たことがあるんですけど、もう以前とだいぶ変わってしまいました。まず竜田駅のみならず、常磐線のどの駅もホームがかさ上げされています。これで電車とホームの段差がなくなりましたね。なのでホームが全部綺麗になっています。そして前はこちらに駅舎がありました。木造の駅舎がありまして、こちらから、出口として出てたんですけど、今は駅舎が新しくなって、橋上駅舎となりました。でまた、エレベーターも新しくついてバリアフリー対応になっています。それでは新駅舎の方に行ってみたいと思います。階段を上りますとこうなっています。こちらもともとあった跨線橋を使ってつながっています。はい、ちょっと先に2、3番線の方に寄りたいと思います。とりあえず2番線はあるんですけど、柵が立って入れませんね。新しい駅名表ですね。こっちはもう入れないですね。では早速改札の方に行きたいと思います。から入ったらちゃんと一番線に行って、ここから入ったらちゃんと西口の方に行くっていう、すごいエレベーターです。こちらは新駅舎になったとともに、東西自由通路が作られました。改札を出てこちらが、東口で、こちらが西口ですね。で西口は前からあって新しく東口に出口ができました。まあ、自由通路できたはすごいんですけど、ちょっと屋根がないところがちょっと雨の時とか心配ですね。
一応タクシー乗り場、バス乗り場があります。ですが普通の路線バスはないと思います。あ、もうちょっとこれからね賑わってくれればいいですね。反対側に来まして西口に来ました。西口も一応ロータリーはあるんですけど、東口と比べて小さめとなっております。でも以前よりも本当に綺麗に整備されています。はい、こちらが西口の全体です。東口と比べれば、ちゃんとした駅舎に見えるのではないでしょうか。こちらさっき見たロータリーは、まだコーンとか置かれててまだ立ちができないようです。こちら、鉄道ファンが喜ぶと思うんですけど、前の木造駅舎で使われていたものがこちらに設置されています。とても貴重なものなので、残ってくれてるのはすごく嬉しいです。こちらも、この地域の一部の観光資源となればいいなと思います。はい、以上が竜田駅の新駅舎に関しての進捗状況と紹介についての動画となります。地域の人にも優しいですし、鉄道ファンにも嬉しい駅舎となっておりました。興味が湧いた人はこちらの常磐線の竜田駅に来てみてはいかがでしょうか。ではこの動画を終わりにします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。